18年1月の18日23時2分です。よろしくお願いします。もう一回放つこれ。こんばんは。あ、配信終わったんだ。どうだった？最近どうよ。配信は。女版リリー・フランキーになるっつうのね。
パー2、こういう荒い方がかっこよくないですか。わざと削り出しっぽくしたんですけど、はい、こっちでいけます。丸いところは曲面きれいに出すんですけど、7人常連か。まあ最初そんなもんだよ。まあ人数増えたら正解ってわけでもないし、ただね、自分が目標としてるところがどこなのか、解放が目標がどこなのか分かんないから、配信者としてどう持っていきたいのか全然合ってないかな、解放と。一回話しないとな。和道フェミリーの一員としてね。捨て頃はチケット取れたの？解放来んの？一般販売ますか。勉強になると思うよ。大型のイベントとか顔出した方がいいよ。絶対何か感じるものあるはずだから。一般抽選漏れちゃったんだ。どんどん、そうだね、もう要は大枠っていうか型はできてきたから、今度はそのなんていうの、飾り模様じゃないけどっていうところに今行ってきたかな。骨格はできて、お化粧していく感覚、お化粧とダイエットとか、なんかこう美しくするっていうか、もう仕上げていく段階だね。初見さんいらっしゃい。職人どうなんだろう。遊び人です。はい、ワード2、なんでも屋さん。職人ではないですかね、僕は。一応プロ名乗ってるのは配信だけですね、今。まあシルバーで飯食えてないんで、プロ名乗れないですが、俺は3年やらないと人に職業を名乗るつもりなくて、3年やって食えてたら、まあ、プロっすね。見習いです。エンターテイナーですね。うん。職業何って言われると、なんて答えていいか分かんないんだよな。うん。職業俺。デザイナーではないね。デザイナーではない。
洋服のブランドなんか立ち上げないよ、俺。そんな話してないよ、一回も。何それ、洋服のブランドって。お店で売ったりは将来見据えてますね。はい。しますよ。見据えてますよ。初めて天才なんだよね、俺ね。器用貧乏というか天才というか、何でもできちゃうんだよね。なんか人が普通頭いい人って無理だって考えるじゃん。俺バカだから、いい意味でバカなのかね。できるっしょって考えちゃうの。やればいいじゃんって思っちゃうから。っていうかワクワクするんだよね、新しいことにトライするのが。好きなの、新しいことをするっていうか、知らないことを体験するのが大好きなの。探求心はある方だと思う。だいぶ良くなったよ、このパーツだけでも。多分違い分かんないと思うけど、もう質感の問題に入ってきたから。あとピンボケっつうか、やっぱ物見ないと分かんないよね。細かい、細かいね。ああ、そう。全然掘ってない。全部 CAD？ ワックス掘るのすげえ楽しいわ。だんだん生きてきたな。だんだん生きてきた。はい、ワドツーレッツさん。
じになってきましたね。なんかこう丸みを帯びてきたというか、自分の中で好きな角度が出てきたね。騎兵の駒作ったぐらい。こんな感じ現状。なんかいいな。なんかいいっすね。いいでしょ。なんかね、こううまく平面っていうか画像だと質感を伝えられないのが悔しいんだけどね。だんだん良くなってきましたね。結構いいんじゃないでしょうか。いや、全然違うんだよね。その映像と映像は映像でやっぱりクリエイティブなものだからまた違うんだよね。CAD なら5分と思ってた。でもそのエッジの感覚とかって出なくないですか？彫りの感覚とか。その逆に粗さの手彫りっていうそのギザギザとかを強調して出してるんですよ。多分そのね、俺そのデジタルとアナログが何なのかって話になってきて、ちょっと真面目な話になっちゃうんだけど、音楽もそうなんだけど、なんていうのかな、要は綺麗な面を作ったらデジタルに勝てないわけですよ。本当はそのギザギザが出るんだけど、デジタルの場合だと。そう、CAD で5分なんだけど、あえてその手でやってるっていう情報の価値ってあるじゃないですか。だから、その、無駄に100時間かけてるのが逆に価値になってると思うんですよね。わかります？この矛盾した感覚。その、何で例えたらいいんだろう。その、答えがあるもんじゃないから難しいんだけど、ダイヤモンド。ダイヤモンドがすごくいい例えで、ダイヤモンドって天然で掘るのにすごく時間かかる。で、人工ダイヤモンドって天然のダイヤモンドよりも大きくて硬くて透明度が高いものいくらでも作れるじゃないですか。だけど人間って人工のダイヤモンド欲しいって言わないでしょ。そう、ダイヤモンド。まあ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 、消費者はそれでいいんじゃないですか。うちの場合、ほら、俺のことを理解してくれる人だけ買うから、ダイヤモンドがそれだと思うな。なんで、その、こう、もう、綺麗なもの、いいもの、美しいものができる。短いスピードでっていう。コストも下げられてっていう。だけど、その人間はなぜ天然のダイヤモンドを欲しがるのかっていうと、手間と情報だと思うんですよね。あえて手間と情報をかけるっていうのは、ありな戦略だと思ってて。まあ、逆行はしてるんですけど。まあ、効率ではない。効率的ではないよね。ダイヤの概念とか嫌い。ダイヤの概念って何すか？ダイヤの概念って何？ヘルツだよ。ヘルツ。マイヘルツ。4C とか嫌い。4C がごめん、何の話をしてんのか分かんないな。
ことだろう。ダイヤの概念、ダイヤが嫌いってこと？いや違う違う、あなたと会話してんだよ俺は。おい、夏樹さんいらっしゃい、若津。昨日ぶり。ダイヤによっては 4C っていう決まり。ああ、キャラット、あれ？キャラットとかね。じゃあ、俺が言ってるのはダイヤ、例えね。ダイヤが好きか嫌いかっていう、構成がダイヤが好きか嫌いかって話じゃなくて、なんで人工のダイヤモンドを高くて高いものを買うのかっていう購買心理の話をしたの。ダイヤの本質の話じゃない俺がしてんのは、そう、なぜそのキャドで5分かかるものをあえてそのこの作り方をするのかっていう話の比喩よ。別にダイヤじゃなくてもいいの。なんて言えばいいんだろう、そこじゃないっていうか話したいところは、なんて言えばいいんだろうな、セックス、セックスで例えるか。じゃあ、風俗に行くのか彼女と恋愛するのか。例えばセックスが目的だとするなら、いや風俗に行って1万円払って女の子とセックスするとか、5万円払ってセックスした方がいいじゃんっていうのが俺は嫌いって話。そうじゃなくて、振られるかもしれないとか、傷つくかもしれない、めんどくさいかもしれない、だから価値があるみたいな、そういうこと覚えてますよ全然。夏日さんだから、それをダイヤで例えただけの、セックスでも別に例えられる。で、そういう、なんて言うんだろう、そういうものが好きっていう話だね。そういうめんどくさいものが好き。個々に価値観が違うってこと？そうじゃなくて、でもそれがプロなんじゃない？それがプロなんだと思う。だから、なんて言うんだろうな。じゃあ、別に昴生さんのこと否定してるわけじゃないよ。昴生のこと否定してるわけじゃなくて、なんて言うのかな。なんつうんだろう。いや、っていうか、まずキャドが主流だし、そういうことを言ってるわけじゃなくて、多分ね、誤解をしてると思うよ。なんつうの。視野が狭くなってると思う。そう。なんつうんだろうな。多分ね、作り手よりも多分、売り手の話をしてるから、俺は。違うんだよ。手間をかけたいとは違うんだよな。それはまた違う議論なの。だから多分伝わってない。伝わってない。手間をかけたいっていうわけじゃなくて、まあ手間をかけたいでも合ってるんだけど、俺は手間をかけたいでも合ってるんだけど、その議論、要は今話してるのはそもそも論ってやつなのよ。で、なんていうのかな。いや、密度の話なんだよね。要は、例えばさ、女の子と手つなぐことなんか何でもないわけだけど、中学生が女の子と手をつなぐのって意味合いが違うじゃないですかっていう、そういう話。わかる人いるかな？この中に。要は、不合理なものを意外と人間は
欲しがるものじゃないっていうこと。不合理。で、その、一般的に言ったら合理性の高いものの方が売れるんだけど、金持ちとか質がわかる、家庭が大事とも言えるんだけど、本質的なところはそこの話じゃなくて、なんて言えば伝わるかな。だから分かんねえ人には分かんねえとしか言いようがないんだけど、分かった。車で言ったら、ハイブリッドカーで有名なのなんだっけ？ハイブリッドカーで有名な車。プリウス。プリウスって燃費がいいじゃないですか。安いじゃないですか。だから売れてるでしょ。で、金持ちはフェラーリなぜ乗るのかっていう話よ。金持ちはなぜフェラーリに乗るのか。そこ。俺が話してんの。ダイヤモンドもそうだし、初恋もそうだし、手間をかけたいからじゃ、もうあるんだけど、それは個人的な。魂が入ってるとか、心が通ってるもあるんだけど、ある。でも、今回の議論とは別議論なの、俺が言いたいことの。要はね、高ければ買うとかね、そういうこと、金持ってるからなんだよ。そう。金持ってるからなんだよ、結論。で、金持ってるから買うんだけれども、今度、それが理解できて次の工程になると、魂が入ってるとか、心が通ってる。じゃあ、魂が入ってます、心が通ってますって何なのかっていうと、情報なの。で、さっき情報っていう、その、価値と情報って二つ言ったでしょ？で、価値の方を理解できた。金持ってるから。で、今度価値を裏付けするのは情報なのよ。で、情報って何かっていうと、思い入れなの。要は、俺が5分でできることを5分で作りました。買いますかって言ったら買わないんだよ。要は、捨て頃が誰も放送しなくていきなり配信者同士で殴り合いますでチケット売れないの。個々の配信者に宣伝をさせてるわけじゃん。で、その練習してるとか喧嘩してる因縁があるっていう情報がチケットを売るっていう構図になってるの。セブンさんとヒカルさんが喧嘩してるとか。でしょ？だから捨て頃が埋まって、だと思ってて、その二つが合わさらないと、俺は情報と価値がないとその売れないんじゃないかなっていうのがある。そう。あと、極端な話だよ。俺がじゃあ今回シルバーブランドワードを立ち上げますって言って、どっかの例えばどっかの職人さんの工房に行って、いや3万円で売るから2万円で作ってくんない？100個。あ、じゃあ200、100個2万円で作ったら200万です。で、俺が200万払って、リスナーに、まあ、3万円で売って100万手に入れる。面白いっていう話を。それができるわけじゃん。その、やろうと思ったら。いや、俺が作ったんだよって言えばいいわけだから。でも、そこに、それがもし仮に売れました。で、おそらく僕が作るよりもいいものが間違いなく作ります。要は効率がいいよね。だけど、価値ないように見えるでしょ。みんなからすると。わかる？これわかるでしょ。これの裏付けの話をしてた。これの説明っていうのかな。うん。俺が作ってるから買いたいんだよねっていう話。俺が苦労してるから買いたいんだよねっていう話。だから、その単純に手間をかけたいとかもあるんだけれども、その価値を作ってるんだっていう話。わかる？ここま、これで多分理解できると思うんだよね。わかるかな？
で、そう、作り手、俺が完全な看板を背負ってなくて、職人さんだったら、昴生さんと同じことをやるのよ。なんでかっていうと、短いスピードで稼いだ方が効率がいいから。予算10万円とか100万円とか1000万円で作ってください。1年かけるのか、5分でやるのかっつったら、5分でやった方が効率いいわけじゃん。だから、そこよ。俺がもし、作り手の職人さんっていう仕事だったら、そっち側を選ぶもん。実際買った方がいいと思うよ。クリエイトっていうか、要はね、クリエイターと売り手を両方ともやってるから多分感覚が違うんだと思う。俺両方理解してるよ。そう。だからね、生産をするときに、時間を短く、要は、人工の話だよね。経営的な用語を使うとするなら。なんつうの？費用最小、効果最大を狙うのが仕事だと思ってんの。だからまあ、鈴木敏夫いなかったら俺は、宮崎駿は絶対埋もれてたと思う。
開始。いや多分ね、ピーカブーはね、買えると思う。お疲れっす。終電って何時ぐらいまでありますか？12時ぐらいですか？
フェンディってなんだろう。フェンディがわかんないですね。ピーカブーってバック、今日ジム行ってない。本当行く予定だったけど、そう、こっちに集中した。ロードワーク行く、帰ったら。12時半。あ、了解です。エクソン、こいつを仕上げていただくことってお願いできますか？黒い部分潰れちゃってんですよね。かぶっちゃって。お疲れ様です。夢助さん、いらっしゃい。ロードワークっつっても走るだけだよ。ありがとう。でもね、ロードワークも勉強してて、朝起きた時に、あの、太陽がある時に走った方がいいらしいね。朝一で走って、太陽浴びて健康になって、で夜まで、夕方の時間にその体力残してやるっていうのがセオリーらしい。トレーニングの後にロードワークするとダメなんだって。あ、ライトがここについてるからですね。作業用のライトが。そうです。あの、作業してるんで、ここにライトがついてる。普通でしょ？蛍光灯つけてるんですよ。大丈夫っすよ。おお、ありがとうございます。花火ありがとうございます。角度とライドで全然違うでしょ。光飛ばすとね、肌のシミとかシワとか、その凹凸を消すことができるから。だから女の人はよくライト飛ばすんだよね。
ありがとうございます。おやすみなさい。また来てください。3駅だ最寄り駅。今から3駅だ最寄り駅。でも眠い。頑張ってください。東京の方の3駅とね、田舎の方の3駅全然違うからね。20分ぐらいなのか、あと5分ぐらいで、10分ぐらいで着くのか。うわすげえなこれ。あと15分。結構長いですね。はい。細かいやつ持ってる。目が細かいって意味ですか。でなんかその形の大きさで。はい。その大きさ。これ持ってます。これメインですね。メイン。はい。これが一番いいです。それメインで、でも最近もう荒削りしないんで、このマイクロ系でいってますね。こっち系で。いや、今日帰るよ。うん。帰る帰る。もうこれ、残り6分で終わりにして、終電で帰ります。最近さ、そのバンテージ巻くからかさ、サンドバッグ叩くじゃん、指がね割れるんだよね。ひび割れ起こして、冬場で超痛いんだよね。てかガサガサ。
最近ワセリン塗ってるよ。バセリンか。バセリン塗ってる。ピンの方塗り込んで。じゃあ一旦終わりにするわ俺。お疲れ様でした。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。